皆さん、僕のこの TikTok に今日動画あげたんです見ましたかこれ。あー、で、もう一つ言うんだけど、これアヒルじゃありません。もうほんまにお前らね、あのー、数の暴力やなと思ったんやけど、これコメント欄ひどいんだよ。あの、カモなのに、アヒルだアヒルだとか言って、みんながなんか俺のことバカにしてんの。これね、カモだから。 マジで。え、アヒルです。だから、お前たちってね、何も動物のこと知らない無知で、知恵のないものにもかかわらず、自分たちのね、その偏見の知識で、カモをアヒルって言うんですよ。これカモだからねアヒルじゃないからね、調べてねカモ白いで調べてねこれカモだから。うん、誰の手って俺の手だよ。これカモね。 だから、カモだっつってんのよ、白い。白いカモです。わかった。じゃあ、いい。もうお前たちバカだから、白いカモで。はい、白いカモ来ました。はい、お前ら一緒でしょこれね。これアヒルって言ってんだよ、お前ら。バカだから。ね。またリスナーが、ね、子供たちがね、間違った知識で、これアヒル <laughs> え。え これ、カモだって、だって白いカモって書いてあるじゃん。白いカモって。<laughs> ねえ、もうなん <laughs> なのこの人たち。ほら、白いカモ。これ。これアヒルとか言ってんでしょおめえら。 ちょっと待って、本当に、お前たち。いや、あのね、俺もね、最初アヒルだと思ったんだけど、あそこね、旅館なの。日帰り温泉のとこなんだけど、ここにいるやつは全部カモですって書いてあったんだ。俺も最初アヒルだと思ったの。でも、カモだったんだよ。書いてあったの、そうやって。だから、アヒルじゃなくて。<laughs> カモなのに。アヒルはカモの一種んじゃ、カモだろ、じゃあ。じゃ、カモだろ。 見て来いってお前ら動画。カモだから。もう何なのこの人たち本当にぶっ飛ばしてい,い。えなんとどうやらですね。こういうことらしい。カモとアヒルの違いは。つまりですね。やっぱりカモです。これ課金化したカモってことは、ね。食用とかのカレーだから。あの旅館にいるのは食用とかね。あの、毛を蒸しるために飼ってるカモではありません。 はい。なので、カモです。はい。勝ち。やっぱり俺の勝ちやわ。お前ら謝れ、全員。いやもう、てか、旅館に聞いてくんないじゃん、もう。うるせえから。てか、旅館どこだっけあそこの旅館。あの旅館にカモって書いてあったんだって、ガチで。いや、でも正直、俺も記憶曖昧だからわからん、正直。<laughs> いや、でも、いや、でも多分カモだと思うよ、本当に。<laughs> お前、カモだから、ほら、もう絶対カモ。 絶対かもここでコメントしなきゃとい,いか、TikTok の方で、カモでした、ごめんなさいってあのコメント書いてきて。ね何がアヒルだよ、てめえら。本当にさ、ふざけやがって。これ見てアヒルとか正気か、おめえら。旅館これですか旅館にアヒルって書いてありますよって。んちょっと待ってね。 アヒルだわごめんごめんなさいすいませんでしたどういうことってはいあのアヒルでしたうんーこれほんとかでもいやちょっと待っていやこれなんかブログに書いてるやつがそうやって言ってるだけで公式の方でアヒルとか言っとらんぞ別にちょっと待てよおーまだわからんぞおおだまされるとこだったまたおめえらのそれ 熱造の。あぶねあぶねあぶねこれ。<laughs> ここなんだけど俺が言ったの。これ公式のページのイラストです。これな。 くさい。申し訳ございませんでした。おかしいな。すいませんでした。申し訳ございませんでした。 申し訳ございませんでした。すみませんでした。おかしいな、マジで、なんでだ。逆だったのかな。